三菱自動車工業三菱自動車工業株式会社三菱自動車工業略称三菱自動車三菱自工略称は日本の自動車メーカーである1970年に三菱重工業から独立した2016年10月に日産自動車が筆頭株主となり日産自動車とフランスのルノーと共にルノー日産 三菱アライアンスを構成している。三菱自動車工業は日本の自動車メーカーの一つであり、1970年に三菱重工業から独立した会社である。2016年の販売台数は92万6千台で、内訳は北米13万8千台、欧州17万9千台、日本8万台、アジア31万5千台。 その他21万4000台。日本国内での登録台数シェア、販売台数シェアは2017年で0.9%、2018年で1.1%という企業である。日本では1904年に山は虎尾によって日本車第一号と言われている山は式蒸気自動車が製作され、1911年には東京府東京車座部区、 現在の東京都港区麻布に、快進車自動車工場、日産同社の源流が設立され、日本初のエンジンまでも含めた、純国産車を開発し、また1916年には、アローコーが製作されたという歴史があるわけだが、日本車歴史、三菱の方は、1917年から A 型を世に送り出し、1921年までに22台、生産し、これは日本で初めての、 量産乗用車となった。現在の三菱自動車工業は三菱重工業とクライスラー社との合弁事業としてスタートし1993年までクライスラーと資本提携していたその後2000年からドイツに本拠を置くダイムラークライスラー現ダイムラーと資本提携関係となったが2005年に解消クライスラーとの技術提携関係は2009年まで 継続されていた。2003年にはトラックやバスなど大型車事業を分社化。2年後にはダイムラー3回譲渡された。2008年、プジョーシトロエンとの間でロシアでプジョーブランド、シトロエンブランド、三菱ブランドの車両を生産するための合弁事業に関する基本契約を締結した。2016年10月20日、日産自動車が 三菱自動車の株式を34%保有する筆頭株主となった。同年12月14日、臨時株主総会で日産自動車会長兼社長カルラス・ゴーンの会長就任が正式に承認された CO はマシコ・オサム社長が継続。2018年11月26日に開かれた臨時取締役会で 金融商品取引法違反容疑で同月19日に逮捕されたゴーンの代表取締役会長職の解任を決議した。本業では三菱自動車は2009年7月に世界初の量産型 EV、量産型電気自動車となるアイミーフを発売したメーカーである。なお厳密には本業以外で販売推進的な活動としては 古くから、モータースポーツ事業にも力を注ぎ、世界ラリー選手権や、ダカールラリーに参戦。前者は、ランサー、後者では、パジェロにより総合優勝をはじめとした、高成績を多く残して、2009年、ダカールシリーズまで、レーシングランサーで活動を続けていた。またサッカー J リーグ、浦和レッドダイヤモンズの親会社でもあった。日産自動車との資本提携に伴い、 新たに、三菱重工業が共同で裏割れずに、出資することとなり、三菱自動車の出資比率は大きく引き下げられた、遠隔の項を参照。三菱金融会及び、三菱広報委員会の会員企業である。2019年3月現在、生産拠点はロシア以外すべてアジアに存在している。これらの医療機関は、企業立病院であるが、 三菱自動車工業関係者以外も利用可能。エンブレムは当初からスリーダイヤを用いているが、1976年から1982年頃までは、三菱のイニシャルであるアルファベット M を模したエンブレムを付けていた。しかし形状から、イスズ、この当時のエンブレムと間違えられがちだったため、1980年代前半から1990年代中頃には、 英文社名からの略、MMC をシンボルマークとしていた。その後1987年10月以降からは、スリーダイヤが順次復活し、MMC ロゴと併用されるようになったが、1993年10月以降から、日本国内でも順次、スリーダイヤと三菱のロゴを使うようにな。た。インターネットでのドメイン名、mmc.co.jp が、 同じ三菱グループの三菱マテリアルに先に使われたこともあって2016年現在、MMC は MMC レンタカー等一部でしか使われていない前日のよう、三菱マテリアルとの混同を避けるため、三菱自動車のという前書きが添えられている。三菱不走バス製造では、MMC ロゴが2003年頃まで窓ガラスに使われていた。 提供なし。1996年、アメリカ合衆国において289人へのセクシャルハラスメントとパワーハラスメントがあり、アメリカ合衆国連邦政府機関、雇用平等委員会が集団訴訟に踏み切る。これに対し自社から3時間離れた ECO 支部まで、地元市長など約3000人をバスで送迎し、抗議デモを行わせた。これにより、全米女性機構や、 公民権運動の指導者なども強く反発、ボイコットや不買運動に発展し、三菱自動車工業が和解金を支払うまで続いた。1997年、平成9年、総会屋利益供与事件により、総会屋の2名と三菱寺の3名が逮捕される。同時に系列7社も、総会屋に株主総会対策で送金していたことが判明する。 2000年と2004年に発覚したリコール隠し不適切な回収による火災事故は三菱リコール隠しを参照。詳しくは2005年のオイル漏れの不具合に関する三菱自動車 3G83 エンジンに関する問題を参照。リーマンショックを受け2009年1月主力の水島製作所岡山県倉敷市で同年3月までに 約1000人の非正規社員を削減する方針が明らかになった。非正規社員の雇い止めが全国で社会問題化していた。2016年、平成28年4月20日17時、日産自動車との合弁会社である NMKV で開発した軽自動車の JC08 モード燃費試験について燃費を実際よりもよく見せるため、国土交通省に 虚偽のデータを提出していたことを明らかにした。該当の車両は、三菱ブランドでは、エッグワゴン、エッグスペース、日産ブランドでは、デーズ、デーズルークスであった。協業先にあたる日産自動車が、前期該当者の燃費を実際に測定したところ、届け出地との乖離が見られ、燃費不正が発覚した。実際よりも、5から15%程度良い燃費を算出しており、 軽自動車の業界基準である JC08 モードで 30km1L 以上という水準に見せかけていた。該当者氏は即日販売及び出荷停止となった。相川哲郎社長は4月26日に石井慶一国土交通大臣への報告後の記者会見で改めて謝罪し、三菱自動車工業について会社の存続に関わるほどの大きな事案と述べた。 低排出ガス車認定制度、エコカー減税について、総務大臣、高市さなえは、燃費が変わった場合は、その差額、自動車重量税や、自動車取得税を納めていただくと述べている。さらに、軽自動車に限らず1991年、平成3年以降に発売したすべて車種において、違法な方法で、燃費試験をしていたことも、明らかになった。さらに、後日、 1991年、平成3年から25年間にわたり、10.15モード燃費で計測した燃費データの偽装をしていたことが発覚した。詳しい車種及び台数は現時点で調査中とするものの、今後さらに増える可能性がある。軽自動車においては、以下の違法行為が明らかになっている。1991年、平成3年以降に、 三菱事工が製造したすべての車両において、以下のいずれかまたは、複数の違法行為が行われていた。なお、当該車両については、開発段階において、正規の走行試験を行っていなかったものの、事件発覚後に、ただ業法による燃費測定の結果、差異は3%以内に止まったことから、三菱事工は販売停止等の承知は行わないとしていた。しかし、 3%の乖離を重く見た国土交通省は三菱自動車が改めて提出するデータを信用できないとして5月2日から独立行政法人交通安全環境研究所で独自に測定を行った結果9車種中8車種において最大15%の差が生じており三菱自動による再測定のデータを8月30日に 国土交通省に提出したレポートにおいても不正計測が行われたことが発覚した。これを受け、三菱事項は販売停止等の処置を取ることとなった。軽自動車の不正では、三菱自動車は燃費目標達成業務を子会社の三菱自動車エンジニアリング前に丸投げしていたほか、子会社が実施した試験方法が高速な業法であったこと。 さらに、試験結果が意図的に低い値を抽出した別蔵であることを知りながらその内容を承認していた。この件について、マシコ会長は力のない子会社にレベルの高い車の開発を丸投げしたことが事件の背景にあると述べている。この一連の燃費不正問題について、該当車種の所有者をはじめとした24都道府県の88人が総額約1億3、 霊園の損害賠償を求め、三菱事故を相手取り2016年、平成27年12月16日に、大阪地方最初に、集団訴訟を提起して、係争中である。法務省と厚生労働省は、三菱自動車工業岡崎製作所、愛知県岡崎市において、溶接作業を学んでもらうため受け入れた、フィリピン人の技能実習生27人に対し、 本来の計画になかった自動車の組み立てなどに従事させていたことが2018年5月に明らかになったことを受けて法務省は2019年平成31年1月25日付で三菱自動車の実習計画認定を取り消す行政処分を下した2017年平成29年11月に施行された技能実習適正化法に基づく措置であり 三菱自動車は2019年から2024年までの5年間、外国人技能実習生の新規受け入れができなくなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。